ここが古文書に記されていた陰界の門なのか。陰陽とうつつよの接合点、ここであればあまたの力持つ鬼をその身に従える。時には天地の断りさえもひっくり返す。それが都でもてはやされている希代の天才陰陽師生命だが、それが何だというのだ。私は私のこの心根すら満足に、そう、この場所であればあの禁断の術も行えるはず。そうだ、捨て去るのだ、不要なるもの、己の闇よ。そうだ、私の心に救ったこの黒きものを全て捨て去ってみせる。全てが手遅れになる前に、式神たちよ、私との契約を捨て去り、その力を貸し与えたまえ、陰陽分離の術。このどのような影響があるかは分からぬ。だが備えはした。たとえ何が起こっても。黒夜山、詩人相応の地、玄武の守護たる北の山脈か。ここに黒生命が嫌がるってわけか。おそらくあいつ、大天狗のやつも。青龍、白虎、朱雀、他の詩人の守護結界は黒生命の手の者に掌握されてしまいました。ここの守護も抑えられてしまっているとしたら、この都は、都の霊的守護が失われることとなる。それが黒生命の狙いなのだろう。おそらくあの者は丸裸になった都に大規模な呪術を仕掛けるつもりだ。絶対に止めないといけませんね、生命様。ち、すごい正気だぜ。なんとかしないと先へ進むこともできなさそうですね。おい、生命よ。どうかしたのか、ヒロマさん。いや、黒生命との決着がついたら、お前に話がある。カグラのことだ。お前と共に過ごして、少しは信頼できる奴だと分かった。だから話しておこうと思うのだ。俺が知っているあいつのことを。やはりお前は、カグラを知っているのか。なんだ、気がついてやがったのか。あれだけあからさまではな。やっぱりお前は食えねえやつだ。どうしたの、二人とも。いや、なんでもない。まずは黒生命を止めるぞ、ヒロマさん。ああ、あんな野郎に好き勝手させてたまるかってんだ。生命さん、もしもの時は私が好みを持って。そんなことはさせない。たとえその体が不死身であってもだ。あら、この身を殺めてもらうのが私の目的なのですよ。そうだな、黒生命との決着がついたらそれについても調べてみよう。不死の体、どこかに治す手段があるかもしれない。期待せず待っていますよ。なぜでしょう。どうもさっきから体がうずうずするんですよね。全力で暴れたい気分です。あ、これが武者震いってやつでしょうか。なんだ、震えてるのか、犬っころ。だから琥珀は狐の式神なんですってば。いい加減噛みつきますよ。それだけ元気があれば大丈夫だな。頼りにしてるぞ。うぅ、そう言われると嬉しいような、言い含められたようで悔しいような。もう生命様も笑わないでください。琥珀プンプンですよ。生命、どうした、カグラ。この山、私たちが初めて出会った場所だったから。そうだな、あの時
記憶を失った私を導いてくれたのが神楽だった。違うわ。記憶のない私に道を指し示してくれたのが生命だった。おそらく黒生命は山頂のあの場所に。あそこへは近づきたくない。怖くて身が震えるようで。でも生命の力になりたいからついていく。嫌とは言わせないから。わかった。頼りにしてるぞ、神楽。うん、ありがとう、生命。快適だ快適だ。さすが黒生命様だぜ。なんだてめえは。ここは陰界の領域になったんだ。人間は俺たちの住処から出ていけ。陰界の領域？確かにこの凄まじい正気です。あまり長居するのは良くなさそうですね。黒生命様万歳。我々こそがうつつよの支配者となる時が来たのだ。うん、こんな場所に人間だと？邪魔立てをするな。鬼たちの力が増している。どうやらこの山一帯を包んでいる陰の気が原因のようだ。鬼の力は増し、我々の力は失われている。危険だな。まるで陰界のようですね。このままでは拉致が開かないな。生命さん、私の力でこの正気の中心を占ってみましょう。ただ一人では辛いです。皆様の力をお貸しください。わかった。いいな、ヒロマさん。ああ、任せとけ。見えました、北の山頂。そこに呪術陣が敷いてあるようです。やはりあの場所ということなのか。時間がありません。すぐに向かいましょう。ヤオビグニ。大丈夫です。少し力を使いすぎただけで。顔が真っ青だわ。大丈夫なの？はい、少し休めばすぐに回復します。こう見えて不死身ですから。生命さんにいいところを見せようとしてちょっと無理しすぎたみたいですね。どうする生命、時間は惜しいが。でも八尾組をこのままにしておけない。気にせずに先に向かってください。この場所で隠れて休んでいますから。だが後で必ず追いつきます。今は黒生命を止めないと。ヤオビクニ様。わかった、今は時間が欲しい。すまない、ヤオビクニ。気にしないでくださいね。生命さんのお役に立てて嬉しいのですから。そうと決まれば急ぐぞ生命。いいか、無理はするな。体が回復したら都に戻るんだ。ヤオビクニ、ありがとう。本当に皆さんお人よしなんですね。無理をしたってこの体は朽ちることがないのに。生命、とうとうここまで来たか。大天狗、黒生命はこの先にいるのだ。隠したところでもはや意味はない。その通りだ。大天狗よ、お前はどうして。言ったはずだ、あの方のなされる大義のためだと。大義？黒生命は何をしようとしているの？黒生命様は我々の陰界の住人の救い主なのだ。あの方に出会い我々は希望を見た。虐げられた者が今こそ復讐を果たすのだ。邪魔立てする者は誰であろうが許さぬ。あっ、なんだこれは。
生命様。この色濃い陰の気によって大天狗の力が増しているのか。死ね生命。邪魔はさせない。鎌倉。生命の邪魔はさせない。カグラ、まさかお前は。この北の山を守護する詩人の力なのか。バカな。今だ生命。まだだ。この程度の傷、あの方の抱える悲しみに比べれば。大天狗、お前を倒し黒生命の元へ向かわせてもらうぞ。払いたまえ、清めたまえ、救急如立。見事だ、生命。力を使い果たしたこの体、もはや動くことかなわぬわ。さあ、とどめを刺すがいい。生命。わかっている。先へ向かうぞ。情けをかけるつもりか。誇り高かったお前が、なぜあの男に力を貸すのか。それを見届けさせてもらう。殺すのはそれからでも遅くない。心配するな。お前が悪に落ちたというのなら、しっかり息の根を止めてやるよ。お前は変わらぬな。生命。カグラ、先ほどの力は？わからない。生命を助けたいと思って、そうしたら。琥珀は今まで何を？よかった！ご無事でしたか、生命様！記憶を失う前の私が、もしもの時のためにと、用意していた式神、琥珀。このものはもしかすると。時間がない。黒生命の元へ向かうぞ。あのものはこの先にいるはずだ。いよいよ決戦ってわけか。腕が鳴るぜ。生命、ここは？都の北に位置する黒夜山とは、すなわち鬼門。そこには妖怪、すなわちうつつよと、陰界、鬼の世界の狭間があるという。妖怪と陰界の狭間、ですか。かつて記憶を失い、目覚めた私が立っていたのがこの場所だ。そして、私と生命が初めて出会ったのも。ここが全ての始まりの地ってわけか。陰と陽の狭間。それすなわち、陰陽道においては陰界の門と呼ぶ。なぜ狭間が陰界の門なのか。お前は考えたことがあるか？遅かったではないか、生命。黒生命。出やがった。これ以上都をお前の好きにさせないぜ。何を勘違いしている。私は待っていたのだ。お前たちもな。待っていたか。おい、どういうことだ、生命。遅すぎたというわけか。その通りだ。何、貴様にたっぷりと絶望を植え付けてやろうと思ってな。我が配下によって都を守る詩人相応の守護はすでに失われた。都には陰の気が満ち溢れ、もはや誰であっても止めることならず。今こそ時は来たれり。陰陽反転の秘術をもって世界の断りを変える。させるかよ、バカな。矮小なものだな、人の体というのは。やはり鬼こそがこのうつつよの主人にふさわしい。生命様。カグラ、広間さん、琥珀。生命よ、絶望の中、人間どもの
そして都の終わりを見るがいい。黒生命、やめろ、その術は。見ろ、うつつよが反転し新たな世界が来る。今こそ陰陽の断りが入れ替わり、虐げられた者たちの世界が来るのだ。ここはどこだ。私は死んでしまったのか。お母様、生命には分かりません。陰陽道とは何なのですか。陰陽とは五行相克、そして陰と陽、この世の断りすべてを表すもの。やっぱり分かりません。無理に理解しようとしなくてもいいのですよ。いずれ分かる時が来るでしょう。あなたは天賦の際に恵まれているのだから。ですが、だからこそ心配なのです。心配ですか。ええ、大きな災は時として大きな災いを引き寄せます。いいですか、世界の断りを崩してはいけません。そうすれば必ず恐ろしいことになる。もし道をたがえてしまった時はそのことを思い出すのです。はい、わかりました、お母様。そうだ、世界の断りを崩してはならない。なのに私は、生命は。思い出したか、生命よ。お前は私なのだな。あの日この地で陰陽分離の術を用いたことで私と分かたれた陰の生命。その通りだ、陽の生命よ。お前は恨んでいるのか、自分を捨て去ろうとした生命を。恨んでなどいない。おかげで知ることができたのだから、陰界に落ちた者たちの悲しみを、うつつよを牛耳る都の者どもの傲慢を。黒生命、お前は。生命よ、我が元に来い。共にこれよりうつつよの主となり、陰界の者どもをすべようぞ。今は記憶と共に封印されてはいるが、我と同等のお前のその力、捨て去るには惜しい。断る。どのような理由があっても都にあだなす貴様を許すわけにはいかぬ。そうか、残念だ。ならば力ずくで掌握してくれる。やめろ、私の心に入ってくるな。再び一つになろうぞ、生命よ。我が糧となってな。どうやら邪魔が入ったようだ。つくづく生命という男は悪運が強いらしい。待て、黒生命。生命さん、起きてください。生命さん。よかった、ご無事でしたか、生命さん。邪魔立てするか、呪われし女よ。助かったぜ、ヤオビクニが来てくれたおかげでな。生命、気がつかれましたか、生命様。そうか、ヤオビクニが来てくれたのか。はい、必ず追いつくと言ったじゃないですか。この女、まさかこれほどの力を持っているとは。でもどうするの、このままじゃまた。ではある、黒生命はあの呪術陣を維持している限り全ての力は発揮できないはずだ。もし一人だけで維持できるのなら、我々、いや
私をわざわざ待つ必要などない。目の前で絶望させて私の力を取り込むことで真に術を完成させるつもりだったのだな。つくづく忌々しい男だ。我が半身ながらな。それはお互い様だ。もう一人の生命よ。みんな、私に力を集中してくれ。あの者に引導を渡す。はい、お任せください、生命さん。生命よ、貸しにしておいてやるぜ。後で屋敷の酒を飲ませろよ。琥珀は生命様の一番の式神ですから。私のすべて、いつだって生命のために。陰陽五行の断りをもって調伏する。払いたまえ、清めたまえ、救急如立。やったか、己生命。陰陽反転の術の意地か。見て、呪術陣が力を失っていくわ。やりましたね、生命様。終わりだ、黒生命。何を勘違いしている。こいつ、まだこんな力を。術の維持に我が力の多くを使っていただけのこと。我を舐めるな。何を。いささか力を使いすぎたようだ。残念だが、この場は引くしかあるまい。だが、私の邪魔をしたこの者は預かっていく。邪魔立てしようとすれば、分かっているな。ヤオビクに。大丈夫です。私のことは気にしないで、この者を。そんなことできるわけないだろうが。生命よ、貴様も知ることだ。陰界と妖怪の宿命を、そしてその悲劇をな。生命。ああ、分かっている。ヤオビクニを助け出すぞ、必ずだ。畜生、勝ったのに見え切らねえ気分だぜ。都もです。一体どうなっているんでしょうね。分かたれた生命の半身、私と黒生命、そしてあの男が言っていた陰界と妖怪の宿命、私はどうすれば。なるほど、やはり思ったより消耗していたわけですね。何があなたをそこまで駆り立てるのか興味はつきません。それ以上口を開くな、女。身の程をわきまえろ。貴様は生命への人質なのだからな。わかっています。お人よしな生命さんたちですもの。きっと必死になって私を助け出そうとするでしょうね。貴様、あなたの術によって陰界と妖怪が入れ替わり、二つの世界の狭間にも大きな亀裂が入った。すべては目論見通りです。あなたに陰の力を貸し与えたあのお方の。そうか、そういうことなのか。最初からそのつもりで。貴様は、己蛇め、私をも測ったのだな。あの場ではどちらの生命さんもまだ失うわけにはいきませんでしたから。全ては私ですら手のひらの上だったということか。理解していただけたなら結構です。ここは互いに協力しまし、利害は一致しているはずです。私の目的は最初からただ一つなのですから。すべては、ヤマタノオロチ様の復活のため。